行こっか。それでは出発いたします。バカでかいな。何なのここ。あんまりキョロキョロすんなよ。なるべく目立ちたくない。ショウノが出てくるまでここで待つ。でもさ、ショウノもう家に帰ってたりしない？ちょっと確かめようよ。下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよ。ごもっとも。行こっか。ちょっと伺いたいんですけど。はい。アドデックナインの庄野さんってもうお帰りですか？いえ、いつも遅くまでいるので多分まだ。お約束ですか？別にそういうんじゃ。こんばんは、八神さん。ん？この間庄野のところにご案内しました橋本です。ああ、そうでしたか。どうも。また庄野に何か？いや、いたよ八神さん、庄野だ。失礼。どこだ？あそこ、階段で話してる。行こう、八神さん。これは怪しいな。ん？怪しいな。これは。どうする？よし、行こう。いやあ、どうも。八神さんでしたね。カムロ町の探偵さんだ。あんた、あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね。先日弁護士会にも抗議したはずですが。事務次官の方でしたっけ、厚生労働省の。一ノ瀬です。先日もここにいらしてましたね。随分頻繁に来られてるようで。ええ、アドデックナインの成功は国家戦略の一つです。特許や法整備などこちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね。守衛に追い出される前にお帰りになっては。やられたね。あのおじさんのせいで庄野は警戒マックスだよ。もうロビーに降りてこないかも。どうする？
行こっか。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。翔の先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから。一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。あの、朝の回診っていうのは。ええ、翔野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。翔野の研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の回診までたっぷりある。じゃあその朝の回診で翔野を待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。これは、ん？付属病院の地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。忍び込むならここだな。なんだ？ん？地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。行こっか。何か？矢上探偵事務所さん。そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんだ。ねえ、見てわかんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ？一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろって。何それ？ここの守衛はそんなの持ってていいのか？ダメに決まってんだろ。趣味だよ、趣味。仕事には使え。今は仕事じゃないってことか。ああ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。Oh!
振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ結果的にはな、事務次官のおかげだ。どう、ここは3年前と変わりない？ああ同じだな。行こう八神さん。入らないの？中入ったらもうタバコ吸えないだろう。あとは大丈夫だ。ここで夜明けを待つ。ふーん。八神さん、正野のことはどう攻めるつもり？手持ちの情報を全部ぶつけるだけだ。あとは向こうの出方次第。駆け引きはなし？ああ、時間さえあればじっくりやりたいけどな。でも多分綾部の裁判まで正野と話せるチャンスはこれっきりだ。かもね。だったら駆け引きや出し惜しみしてる場合じゃない。そっか。じゃあさ、僕も正野のことでちょっと考えたことがあるんだけど。ん？なんだよ急に。3年前の創薬センターの事件、あの時正野は大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。だったらその後警察は別の真犯人を探さなかったの？もちろん探したとは思うけど、あれからすぐ大久保君が次の事件を起こしたの。だから多分その後は大して捜査してないだろうな。そうだよね。あれで彼の正体は殺人鬼だったと知れた。なら最初の事件で患者をやったのも大久保だったろうってみんながそう思うようになった。でもその状況ってさ、誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよね。ん？センターで人体実験をしてた真犯人、正野にとってだよ。何？つまりさ、寺沢恵美を殺してその罪を大久保に着せる、
そこまでやる動機があの小野にはあったんじゃない？じゃあそのために小野はエミちゃんを殺したと。でもそんなことが。お前いつからこのこと考えてた？八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょ。その時からなんとなく。俺は大久保君がエミちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかった。でも信じきることができなかった。エミちゃんは本当にいい子で、だから彼女を殺した人間を、大久保君を絶対に許せないと思った。なのに犯人は大久保君じゃなくて小野だったのか。僕の話は証拠もないし、無責任に推理しただけでケツまで持てないよ。でもこれでますます小野に会いたくなったんじゃない？ああ、こんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ。小野先生、何か？どうやってここに？あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。小野！行くよ、八神さん。今ここで小野を抑えなきゃ。もしもし、小野です。30秒？いいから早く来てください。てんじゃねえぞ。もしもし、小野です。3分、もっと早く来てください。
ショーノ待て。逃がすか。なめてんじゃねえぞ。もしもし、ショーノです。3分。もっと早く来てください。病室で、あんたと話すことになるなんてね。ここだったろ、枠って患者が入ってた部屋。その患者を、あんたはアドデック9の実験台にして死なせた。手柄は焦ったが、認知症患者に何したとこでバレやしないと。何を言ってるんです。早くここから出してください。犯罪だよこれは。じゃあ帰るけど本当にいいのか。何が気にならないのかな。俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか。何です、言っている意味が。モグラを動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって。モグラの窓口は松金組の羽村だ。あいつらの仕事には満足できたか。言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は。今のはまずいな、ショーノさん。は？あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。そんな人が羽村町の隠語を知ってちゃおかしい。あんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃ。モグラって何ですか。よくできました。カムロ町で人の目をえぐる連続殺人鬼、それがモグラだよ。そのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だ。あの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデック9を試したな。時間は多分深夜だったはずだ。だから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた。枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろう。とはいえあんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった。死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもな。あんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかった。その後シーツの回収に来た大久保新平のトラックが
朝8時前に到着。あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませた。ただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ。何の解決にもなってない。すぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人探しが始まる。それでも他にどうしようもなかったんじゃないか。多分あんたにとっても悪あがきでしかなかったはずだ。ところが死体を発見した大久保新平は過去に傷害の前科があり、自分が警察に疑われることを恐れた。そして枠さんの死体は山に埋められ、後日大久保本人の自供で発見された。大久保君には感謝したろ。あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよ。そう思わない？さっきから何を言ってるのか。けどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた。大久保君の無罪判決だ。彼が無実なら真犯人は別にいるってことになる。そのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれない。そこであんたは悪魔に魂売ったんだよ。何の話です？とぼけんなよ。俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろ。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した。ある人物、誰のことですか？この人のことだよ。いや、ちょっと待った、八神さん。ん？違う、やり直し。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した。この人のことだよ。いや、ちょっと待った、八神さん。ん？違う。あんたは寺沢恵美。あんたにとっては同僚でもあった。大久保新平の恋人。あんたは彼らのアパートに押し入ってまず寺沢恵美を刺した。資料によればその傷は少なくとも15箇所だ。知りません。大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな。あんたの犯行中目を覚ますことはなかった。断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろう。大久保君に酒の静脈注射でもしたか。それでアルコールの血中濃度が上がる。下手すりゃ死ぬとこだが、もしそうなっても別に構わなかったんだろう。大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できれば。そうやって大久保の犯行に見せかけるとあんたはアパートに火をつけた。何を根拠に。そんな、安心しな。まだ証拠はないよ。でもさっきの推理で間違ってない。あんたの目を見ればわかる。なあ、もしかしたらこんな風に考えてないか。アドデックナインが完成すれば多くの人間が救われる。だから自分は正しいことをしてる。正義だってな。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か？何をしてるんだ。
君たちは。どうも。ちょうど今帰るとこですよ。アドデック9、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか？大丈夫、庄野さんは何も白状してません。でも全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。すまん、足が滑っちまったよ。痛かったか？痛かったかっつんだよ。俺はやってません。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時、何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。だから俺はエミちゃんの仇を討つよ。君もここから出してやる。約束する。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。なのに俺は3年も本当に長いこと何してたんだ。俺にもう一度チャンスくれるか。もちろんです。こっちこそよろしくお願いします。八神先生、3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドデック9の人体実験であったとする八神の仮説は、寺沢恵美殺害の真犯人を浮かび上がらせた。
あの、これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、矢神も一緒か。いえ、僕一人です。矢神さんはそのしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われるだろうから巻き添えにできないって、源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。今さら水くせえ。矢神さんはアドデックナインに絡む事件を全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら、矢神はえらいことになるな。間違いないですね。ええ、汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器、まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる？組員たちの雑談。結構な人数が詰めているみたい。羽村はそこにいそう？いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でも羽村は連絡を入れてくるはずでしょ。多分な。多分？事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はあ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かに羽村の居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど。ついよ。しばらく辛抱して。羽村は絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵は羽村だ。その羽村を抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。空から松金組を偵察してみる。東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんでのびのびしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴。後で代わってやっから。
しまった、見つかった。タボ、俺らこんな風に歩いてて大丈夫なのか？今頃ショーノがモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱそうだよな。あれは。Thank you.
あれは。どこに向かってんだ東は。なあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。逃がすか。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東、てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって組の門に号令がかかってる。逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。羽村の居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。
あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いやだからってなあ、羽村の手下が俺らを探してんだったら襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。ふん正直それも嫌だな。だろう。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。よ、聞こえるな、ターボ。なあ、俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。